1970年代に日本中を爽やかな歌声で魅了したフォークデュオ、シモンズ。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でも、シモンズの名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。名前は知らなくても、CM ソングを聴けばわかる方もいるかもしれませんね。活動期間は、1971年から1974年と意外と短い期間です。しかし、当時はかなりの人気を誇りました。そんなシモンズのプロフィールとその後を紹介させていただきます。シモンズは、田中由美さん、玉井多恵さんの女性フォークデュオです。共に大阪府出身で、いわゆる関西フォーク系に属していました。シモンズの名前は、二人がファンであった、サイモン&ガーファンクルのサイモンをローマ字読みしたものです。どちらもハーモニーの素晴らしさは群を抜いてましたね。二人は高校時代からベッツィ&クリスのカバーなどを歌ってライブ活動をしていました。ベッツィ&クリスも女性フォークデュオで、白い色は恋人の色が有名でした。ベッツィさんのその後は、様々な職業を経て、ハワイを拠点に再び歌手として活動しているようです。2006年の NHK 思い出のメロディーでは娘のエマさんとベッツィ&エマとして出演し、往年のヒット曲を歌いました。クリスさんのその後は、ハワイで音楽教師として勤務していたようですが、2021年2月16日に亡くなっています。モーアのオリジナルの、白い色は恋人の色は聞くことができないんですね。シモンズのお二人は、1971年毎日放送ラジオのヤングタウンのオーディションで合格します。高校卒業後に上京し、RCA レコードから恋人もいないのにでデビューしました。当初デビュー曲は、あの素晴らしい愛をもう一度になる予定でしたが、この曲は北山治さんと加藤和彦さんが歌うことに決まったため、急遽恋人もいないのにになったのです。シモンズのあの素晴らしい愛をもう一度も聞いてみたかったですね。デビュー曲の恋人もいないのには60万枚を超える大ヒットとなり、1971年の第13回日本レコード大賞では新人賞を受賞しました。ちなみにこの年第13回レコード大賞では、1971年新人賞では南沙織さんの17歳が受賞、最優秀新人賞には小柳ルミ子さんの私の城下町が受賞しています。レコード大賞は尾崎清彦さんのまた会う日まででした。同年、振り向かないでがデビュー曲恋人もいないのにに続くシングル第2弾として発売されます。恋人もいないのには大ヒットしましたが、この振り向かないでが人気を決定づけたと言えるでしょう。そして特筆すべきは、なんと作詞作曲が谷村新司さんなんですね。まだあの伝説のアリスは産声さえ上げていない時でした。そして翌年の1972年東京国際音楽祭にて、一粒の涙が3位に入賞します。その後に手掛けた CM ソングは数多く、特に有名なのが明治製菓のチェルシーの CM ソングです。聞けば、ああ聞いたことあるという方もいらっしゃるでしょう。優しく爽やかな歌声は CM ソングにぴったりでした。1973年毎日放送ラジオのヤングタウンにレギュラー出演し、木曜日を担当していました。しかし人気絶頂の1974年、玉井多恵さんの後藤継俊さんとの結婚を機に活動を休止しました。1978年にテレビドラマ主題歌「水の影」を歌うことにより一時的に活動を再開するも、翌年の玉井多恵さんの離婚により本格的に解散しました。この曲は松任谷由実さんの作詞作曲によるものでしたが、編曲は後藤継俊さんでした。ちなみにこの後藤継俊さんは、東京都品川区出身のベーシストで、現在は作曲家、編曲家、音楽プロデューサーなどを行っています。玉井多恵さんとの離婚後は、木之内みどりさん、1994年には、元おにゃんこクラブ河合園子さんと3度目の結婚をして、河合園子さんとの間に子供もいるようです。木之内みどりさんも、後藤継俊さんと別れ現在、俳優の竹中直人さんと結婚しています。改めてメンバーそれぞれのその後を見ていきましょう。それでは田中由美さんのその後の姿はこちら。現役ということもあって現在でもお綺麗ですね。伸びのある声で高音パートを担当していました。
中学校時代には、あなたのお名前なんてのという問答でおなじみのトニータニのスタート飛び出せ歌合戦で優勝しています。シモンズ解散後に、元マネージャーの北川景子さんと結婚。北川由美の名でラジオの DJ やソロシンガーとして活動していました。その後も、シモンズ由美と田中由美の名義を使い分けながら、歌手活動やラジオ番組へのゲスト出演を続けてきました。解散後の田中由美さんの活動を年代順に並べると1993年から1996年は MBS ラジオ、それいけ原田信郎、角からすみまで愛なのねにレギュラー出演。1996年、田中由美さんは元ジャネッツの青木真理子さん現5つの赤い風船と新シモンズを結成しました。1999年に解散しますが、2006年などにたびたび再結成を行っており、2006年の8月には公式ホームページが開設されました。2009年には大阪府の森口文化センターにて玉井泰さんを迎えて田中由美さんのコンサートが開催されました。シモンズ結成40周年記念として解散以来初のデュエットが蘇ることとなったのです。2014年、田中由美さんはテレビ東京、名曲ベストヒット歌謡にゲスト出演しました。このようにソロ活動を精力的に行ってきました。現在もフォークソング同好会を開催したり、ブログで情報を発信しています。写真からもわかるように、素敵に年を重ね、大人の女性として生き生きしていますね。それでは玉井泰さんのその後の姿はこちら。とお見せしたかったのですが、残念ながら現在の写真は見つけられませんでした。ハスキーボイスで低音パートを担当していました。シモンズのデビュー曲があの素晴らしい愛をもう一度から恋人もいないのにに変更されたのは、玉井泰さんの低音パートを生かすためだったとも言われています。離婚後英語教師をしており、音楽活動はしていないということです。ただ、お二人は年一度は食事をしているとの噂です。お二人の美しいハーモニーをぜひもう一度聞きたいものです。ちなみに私はシモンズの曲の中で若草の雨が一番好きでした。初めて聞いた時、本当に美しいハーモニーで二人の良さが一番わかる曲だと思います。作詞は田中由美子、つまり田中由美さんで、作曲は杉田二郎さんです。皆様はどの曲が一番好きでしたか？コメントしていただけると嬉しいです。以上、1970年代に美しく優しいハーモニーで我々を癒してくれたシモンズのその後を紹介させていただきました。これからも歴代アイドルの素晴らしさを伝えるべく、動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。